明するのがめんどくさいんだけど、うちら今日ギャルだから、うん、とりあえず顔面ギャル仕込んで、うん、渋谷行く。ありだね。ありだね。私たちね、あの、ま、もともとギャルギャル王だったんですよ。でもね、弱い25になり、平成も終わり、うん、令和になりますよ、うん、ね。もう喋ること特にねえからとりあえずギャルメイクをしていこう。最高。メイクの工程は、まあ、こう3人もいれば喋りながらでも大変なんで、今言っとく。はい、下に塗ります。ファンデ塗ります、シャドウ塗ります、うん、ライン描きます、うん、つけまつけます、うん、なんかいっぱいつけます、うん、終わり。う、うん、ほんと。しかもね、今日ね、うん、やっぱギャルといえば黒肌だと思って、うん、さっきね、黒肌ファンデ買ってきたのよ。はい、そう、あとしんちゃんの持参の黒肌。助かる。オブザリア旅行ってさ、周期でもあるって言うやん。うん、多分ね、次ワイらの子供世代だと思うんだよ。いや、ワイね、思ったこと言って、ワイね、多分ね、おばあちゃん世代でまた戻ってくると思うわ、ギャル。もうちょっと早く来てほしいよ。15年周期とか。じゃあ今来てほしい。今はいいや。いや、今来てほしい。はい、じゃあ真っ黒の下地塗ります。下地って言う？ファンデ。あ、そう、ファンデ、ファンデ。お前すげえ顔になってんじゃん。かっけえ、かっけえ。なんか例えると今松崎しげる。自分なんだけど。あ、じゃあどうぞどうぞ。土マジ黒いっしょ。よくないこのファンデ。いいね。はい、聞いて。うん、あのさ、ちょっとギャルやろうでって言ったじゃん、自分が。うん、君らさ、ギャルメイクやってみたいみたいな動画上げてんじゃん。うん、白いんだよな。なるほど。マジ足りてねえんだよあれ。手抜いてる節は。そうね、金子のね、やつ見てびっくりしちゃった。つけまつけてりゃいいって思ってるべ。思ってた、思ってた。絶対方が思ったわ。これで伝わるっしょっていう、当時を知らねえやつばっかだから、まあいいやっていう。あのね、マジね、本当にあの金子のギャルの時代すげえよ。いや、本当にすごいよ。もうバチギャルだよね。あの、ガチのギャル、本当に汚い方のね。髪の毛白くて肌真っ赤。髪の毛白かったわ。でしょ。周波数ヒサロ。わー、やば。いや、待って待って待って。何？いや、待って。あのね、金子じゃね。うん、あ、そう、もうね、じゃねちゃんになってきてるよ。こんにちは。まさか太眉が流行るとかマジで思わなかった。そうだね。うん、今なんか髪暗いのがブームじゃん、黒とか。うん、当時もありえなかったよね。マジありえないし、ずっと自分30までギャルやってるってずっと思ってた。本気で思ってた。マジ黒髪かーみたいな感じじゃなかった昔は。そうだね。なんか舐めてた。あ、そうだね。あ、こいつ芋引いたべっつって。そうそう。で、すげえ懐かしいワードさ、思い出したんだけどさ、パギャルってワードだ。パギャルはね、パギャルはね。そう、一番恐れてた。あ、そう。そう、あの、マジで恐れてたわ。一番恐れてた。え、で、あんなに切ってるけど、パじゃん。そうそうそう。パはね。そう、パで、そう、パに訳されんのよ、パに。あのさ、懐かしいこと言っていい？パネーが。え？は？なんであんなガラケー漏れたんだろうね。いや、漏れたよね。プラス、明るさプラス2とかにして、逆さにして、SH905 みたいな。そう、SH が、コモンの SH 使ってるギャルが一番イケてる。そう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 。そうだよね。いや、マジでそう。マジで夏。みんな同じ顔色してんね。あ、みんな、みんな松崎。松崎。チーム松崎。昔さ、うん、何聞いてた音楽？ミリア。うん、ミリアだよね。LGY 同時 T。あー。AK。AK、AK、リンリンロン。リンリンロン、懐かしい。えいよ、リスラッタルダンタルル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 リンリンロン。そうだね。カラコン大事だからな、はい、はい、使ったカラー、使ったカラーじゃねえ、なんだっけ、うん、使ったカラコンはこちらですね。うわ、マックスカラー、この眉ペン借りるよ。うん、懐かしいでしょ、ビフォー。マックスカラーです、はい。やっぱこれがギャルマインドだから、ギャルマインド。でカラコンってさ、ギャルの時何が一番盛れてた？キャンディーマジック。あー、キャンマジね。次、ツーちゃんだね。あー、そうだね。キャンマジのサクリナさんが使ってるやつがめっちゃ好きだった。お前さ、サクリナめっちゃ好きだったよね。めっちゃ好きだった。やばいぐらい好きだった。そ、うん、んな感じでカラコンをつけました。えい、
自由だな、本当にこの絵面。え、しんちゃんこっち見て。うわー、もうギャル、ギャル、うん、でもなんか、ハーフっぽい。うん、ハーフっぽいからね。で眉毛をさ、そうだね、細めないとわかんな。なんか今この顔見てもさ、自分岡場バード店員にしよう。いや、めっちゃわかんだよそれ。でそれなんでかってさ、髪の毛もあんだよね、多分。そうなのよ。その当時エクステさ、つけてさ、ゴリゴリに巻いてたじゃん。うん、ほら、こんにちは、しげる松崎です。いや、黒肌いいわ。黒肌だよ。やばいよ、これで渋谷行くの、やばいよ。はい、で使う漬物はこちら、ダイヤモンドラッシュのシークレットアイ。店長にもらうよ、ありがとうね。ダイヤモンドラッシュはギャルいわ。でしょ。え、2人って今漬物してんの？してない。松江くすらしてない。あ、そうなんだ。8年間アイラインすら引いてない。マジ、うん、素晴らしいよ。すげえ変化だな。実際さ、うん、ギャルはさ、うん、毎日渋谷にいるって思われてたし、実際いたじゃん、うん、渋谷に。何してたっけ？3日前ね、プリクラね、うん、3日前にプリクラ撮って無駄に溜まってたか、うん、そうだね。今って考えたらさ、それも迷惑行為になるのかな。だよね、確かに。3日前すらないからね。そうだよね。あ、ないよ、メッカ。マジ？あの、メッカ自体は移転してあるんだけど。え、これもなくなったっぽくない？ええー、メッカ。あのさ、あれじゃないの、あのさ、マックの通り。そう。え、あれもなくなったの？だと思う。やばっ。来てる。え、金子一枚付け今。うん。うん。眼精疲労がすごい。もうすごい。なんか年感じるわ。すげえ感じる。下まつげはドーリーウィンクね。まだパッケージのツーちゃんが、まだツーちゃんだよ、ほら。そうそう、本当だ。マジで我らのギャル、うん、この二人さ、うん、ギャルじゃないじゃん、もう外見が、うん、ギャルとは思わないんだけど、いろいろさ、内面がまだギャルだよね。あー、まだギャルだね。まだギャルっていうか、ま、ずっと変わんないんだろうね。マインドと、うん、カルチャーだし、マインドなんだよ、うん、そうだね、そうだね。変わんないと思う。お前もう変われないと思うよ。変われない。骨になるまでギャルなんじゃん。うん、そうだね。唇が乾燥してきたので、ワセリンを塗りたいと思います。あ、前もワセリン欲しいわ。もう諦めた、私。あ、本当だ。あ、ギャルだね。こんにちは。あ、ギャルだね。まんまにもなってないね。うん、マンはね、すごい広いです。その顔面でその服着ないでほしい。本当だ、営業妨害完全に、うん、本当にやめてほしい。営業妨害だこれ。よし。OK。 我らこれでメイクが3人とも完成しました。まずもう色が化け物なんじゃない。あ、もう顔色が全員一緒。ギャルと同行以前に、うん、ではこっからね、髪の毛をやっていくよってなわけで、パチン、えい。どうも皆さん、ポンツァ完成いたしました。あげぽよ、あげぽよ、あげん。まあね、ギャルはギャルらしく頭に入れたってやっちゃう。あげー、OK。 1、2、3、うんこ1です。顔色うんこ1ね。いや、ほんと顔がうんこ。はい、てなわけでね、まあ、次は店長さんのチャンネルの方で渋谷探索へ向かっていこうと思うよ。やろー、ブーシー、OK。 ちょっと待って、ちょっと待って、
ギャルってさ、うん、やっぱポテンシャル強めじゃん、うん、結構考えとかもいい感じの考えしてるし、うん、まあ、ポジティブなんだよね、基本的に。マジでポジティブだったわ。マジでポジティブだった。本当にポジティブだった。あの頃ってマジポジティブだったんだよ、みんな、うん、でもね、今の世の中やっぱギャルが少ない、うん、いない、うん、周りにギャルがいない、うん、そんな世間の皆様に、このね、カリスマギャルたちがそんなお悩みに答えてあげましょうということで、質問のコーナーやってます。いいね、最高。ということで、しんちゃんの方では質問コーナーやるので、とちゃんちゃんの方もぜひチェックしてください。というわけで、私の方の動画はこれにておきます。さあげー、渋谷編で、またバイバイ。